どうも、マックサークルの時間がやってきました。ということで、今回もマックサークル練習していこうと思います。マックサークルっていうのは、ハイドラントで、リアを上げて、スカフしながらスピンするやつなんですけど、あれマジでわけわかんない。ってことで、今回もマックサークルで自分をいじめていこうと思ってます。いつメイクできるのかわかんないんですけど、練習していこうと思います。で、今2時なんで、日暮れっていうか、日暮れぐらいをリミットとして練習していきます。久しぶりのサンデー BMX かな？そうでもないか。サンデー BMX、いきます。バーエンドが緩みました。緩んじゃった。緩みましたね。ちょっと一回、そうや、近くにホームセンターがあるんで、そこでちょっと六角借りて閉めて戻ってきます。今日なんか感覚がわかる。なんかマックサークル調子いいかも。なんかね、調子がいいと自信になる。楽しい練習してる。はい。でね、今気づいたんだけど、ブレーキシュー行ったわ。これ全然止まるからいいんだけど、ちょっとまだ俺リアのブレーキ取ってて、もう一個ブレーキシューに余りがあるもんで、それをもう一個フロントにつけようと思います。ちょっと気になります。これだいぶこんな感じで、家帰ったら帰るとして、マックサークル練習していこうと思います。
こんな感じです。めっちゃ良かったですね、今日のマックサークル。まあこんな感じで、まあ5日メイクしたいですよね。来月末にはメイクしたい、梅雨入り前ぐらいまでにはメイクしたいな。まあこんな感じで動画作ってるんで、よければチャンネル登録とか、あの過去の動画も見てほしいなと思ってます。まあ、次回も BMX とか乗っていこうと思うんで、よろしくお願いします。今回はここまでです。